工作戦とは、日中戦争において1945年4月から6月の間に行われた、湖南小西部、高への日本軍の進行作戦である。正式名称は20号作戦。中国側の故障は、小西海戦もしくは雪峰山戦役日本軍は、高攻略の目的を果たせず敗退した。日中戦争における、 日本軍最後の攻勢作戦となった。1944年、日本軍は中国戦線で多大な戦力を投じた大陸奪作戦を実施して勝利を収めたものの、アメリカ軍に対する太平洋正面での戦闘では、戦況が悪化し、日本本土へのアメリカ軍上陸が予想される状態であった。そこで、日本の大本営は中国戦線でも、 本土決戦の支援や中国沿岸へのアメリカ軍上陸に対する備えのため、部隊の配置転換を進めようと考えていた。これに対して、中国戦線における日本軍の最高指揮官である品派遣軍、総司令官岡村康次大将は、中華民国の首都である重慶の攻略を目指す、西正面進攻作戦を行う考えを持っており、そのための前段階として、 湖南省高攻略を考えていた。岡村大将は大本営からの説得を受けて、直接の目的をあくまでこう呼び、湖北省楼川口付近の敵飛行場破壊として、1945年1月29日に、工作戦と廊下工作戦を発令した。大陸脱作戦では、敵飛行場破壊による、制空権奪取と、日本本土空襲の阻止が、 目標の一つであったところ、同作戦後、連合国軍は、奥地の廊下港や港付近の港飛行場などを整備して、航空作戦を継続していたため、その制圧を起としたのである。岡村大将は、港作戦発令時点では、重慶や生徒など、四川省への進行を目標とする四川作戦の、実行を完全に諦めておらず、大本営が、 中国奥地に対する小部隊による継続的な妨害攻撃程度を考えていたのに、対して6から8個師団を使った重慶攻略や有力な低身体数高を四川省に侵入させる作戦の研究を進めた。しかし、1945年4月に沖縄戦が始まり、ソ連の参戦も差し迫る中、大本営は、 中国戦線南部の兵力を他に転用することを決定した。シナ派遣軍の参謀も視線作戦に反対するものがほとんどとなり、視線作戦は断念されたが、岡村大将は依然として中国戦線で攻勢に出ることにアメリカ軍の本土侵攻を牽制する効果があると考えていた。高作戦の視線作戦の前段階という意義は失われたが、 部隊転用を容易にするための敵航空基地制圧や反撃のため集結中と思われる中国軍の撃破を目的として続行されることになった。日本軍は第6方面軍機下の第20軍が本作戦を担当することになった。第11軍からの増援部隊として第34師団の木詐欺師隊が指揮下に入った。第20軍の作戦計画は 第116師団、関根師隊及びえ、広市師隊が3方から進撃し、遅れて、第47師団主力が進撃、第64師団不評第69旅団主力は、北方で、牽制攻撃をする予定であった。占領と相当作戦も同時に行うため、第64師団と、第68師団の各主力、4個独立混成旅団等も、 警備部隊として参加した。主戦力の第116師団は、山岳戦に備えて、装備を軽量化し、霊下の砲兵は1個中隊につき、通常の半数である三方二門の縮小編成とされた。第64師団と第68師団は、本来野戦用ではなく、警備用の編成である。独立混成旅団4個は、野戦の渋隊を改編するなどして、 同年3月に新設されたばかりで、人員は、素質不良、装備も、路角兵器や現地製造兵器が中心で、戦力は期待しがたかった。1945年4月から、日本軍は、第6方面軍機下の第20軍を投じて、工作戦を開始した。作戦としては、第116師団と2個大隊及び1個連隊から、なる。 関根死体と一個大隊及び一個連隊からなる、中高死隊で三方から攻撃し、遅れて、第四十七団が進撃する予定であった。占領と総統作戦も同時に行うため二個師団と四個旅団、等も、警備部隊として参加。新日政権、王朝明政権の和平建国軍も、治安維持に出動し、中国共産党の行軍を相手に戦った。序盤は、 順調に進撃できたものの、間もなく中国側の激しい反撃が始まり、4月25日頃には、前進困難となった。中国軍の装備はアメリカからの兵器供与により、以前よりも改善されており、また、アメリカ軍による、援護爆撃や、援護射撃、航空支援を十分に受けることができたためである。中国軍は次々と増援部隊を集結させ、第三方面軍、 第4方面軍、第10方面軍などの計28個手段で迎撃。中国共産党戦艦令変区の抗軍ゲリラ部隊もゲリラ戦を展開した。また、険しい地形も防衛戦に適していた。他方、日本側は太平洋方面への戦力抽出で部隊の質がかなり低下していた上、制空権を失っているために昼間行動は困難。 平坦戦も空襲で寸断された。日本の坂西第20軍司令官は攻撃続行は困難と判断し、5月4日、体制整理を理由として、第116師団と関根師隊に一時交代、戦線離脱を命じた。関根師隊は、推定3個師団の優勢な中国軍の反撃を受けて、連絡も不十分であったため、概ね大体単位に分裂して、 ほとんど無党勢に交代する状態に陥った。中でも、独立不評第115大隊は、水い県部要鎮から、撤退開始直後の5月5日未明に、満腹橋付近で優勢なしばらく編第護師による、奇襲攻撃を受けて、回乱状態に陥り、5月10日頃までに、分断包囲されて全滅し、大隊長も戦死した。第6方面軍司令部は独断でも、 作戦を中止することを検討し始め、品派県軍総司令部の参謀たちも、現地視察などを踏まえて、作戦中止を進言し、5月9日、日本側の総指揮を取る品派県軍総司令官、岡村康次大将は、作戦の中止を命令した。日本軍は、撤退を開始し、連合国軍は、追撃に移った。各地で包囲を受けた日本軍は、 損害が続出したのに加えて、毎月5000人以上の戦病者が発生する状況であったが、撤退の決断が手遅れになる前に出されていたおかげで、かろうじて脱出に成功した。6月上旬までに、日本軍は出撃地点へと帰還した。3ヶ月の作戦期間中の日本軍の損害は、戦死695人、戦勝181人、 戦病24,640人の戦死傷病合計26,516人であった。日本軍はこれ以降敗戦まで中国戦線で攻勢を行うことはなく、これが最後の攻勢作戦となった。日本の保守派の中には日中戦争で日本軍はずっと勝っていたが最後の最後で負けてしまった。というものもいる。ありがとうございます。